さーて、やめて、来ないで。いや、マジか、マジか。皆様、お晩でございます。カエルのムーさんです。さあ、今回もやっていきましょう。バイオハザード RE2。 とっても具合が悪そうですね。ちょっと生めかしい感じ。はい、前回ね、ラクーン警察署に入って、とんでもねえ目にあって、弾も撃ち尽くすというね、大失態を犯しましたので、スタンダードモードではありますが、ハードモードでやっていくことになりそうです。はい。お、サブマシの弾。一応なんですけど、スタンダードモードでやってます。なので、激ムズという、わけではないはずなんですけども、あれ、こんなに俺下手だったか、バイオハザード。いや、ちょっとやばいね。でね、あとちょっと敵硬いか。うん、勘違いじゃなきゃいいんだけど、こんなに硬かったかなっていう気がします。で、ここの先さ、ちょっと敵残してきちゃったんだよね。どうしよっかな。なんか防御アイテムを基本的にちょっと使い尽くしちゃったので、一応コンバットナイフは持ってるけど、これさ、でもさ、クレアってこれ武器さ、あ、でもレオン編もそうだったっけ、なんか爆弾とかで使えなかったんだっけか。さあ、ここの扉開かない。何をすればいいんだ。あ、そっか、ヒューズか。ヒューズで扉を開ければいいんだね。ちょっとダメージかなり蓄積してますね。うん、回復したいとこですけど、やりきる。いやー、たまリロードしなかった。まずい。ちょっとね、あ、ダメージ蓄積してたんだ。よかったよかった。これは取れない。おい、ちょっとね、弾使いすぎてるからさ、無理にでも行きたいとこなんだけど、回復アイテムもそうないんで、ちょっとね、その辺はいろいろと気をつけていかないとなんですけども。なんか嫌な音してんな。敵いるか。あ、そうか、この部屋の中に残してきたね、敵。そういえば一人。はい、使う。あと、アイテム容量がね、もうちょっと増えればいいなという感じです。さあ、お、なんか懐かしいところに戻ってきましたね。回復アイテム、まあ、なんか結構拾ってってもいいんだけどさ、アイテムの圧迫がちょっと気になるなという。お、いいですね。そんなことを言ってる時に、サイドポケット。タイラットいるよね。そりゃいるよね。なんかいる気がしてた。カメラ目線。レスキュー隊には見えないね。そうだね。レスキュー隊だったらちょっと逆に頼もしいね。いるね、敵。じゃあこれは時たま出会うってことかな。タイラントちゃんに。あれ、クレスト、そっか、クレスト集めるんだ。はい。そう、まあ、あ、保安官補佐だっけ。あ、保安官補佐はあれだ、セブンのお亡くなりになった方だ。はい。これ取っていけばいいんだよな。さっきの手帳に書いてあったマーク、これをね、使っていけばいいんで。あれ、ライオンのマークってなかったっけ。あ、これか。あれ、これ使えないのか。あれ、もしかしてこれ、レオンの時の記憶辿んなきゃいけない感じかな。あー、なんかセクシーな女性がいましたけど、まあ無視していきましょう。いつもだったらね、構っていきたいとこなんですけども。
ちょっとね、それ緊急事態ですので。あ、いいね、ハーブいいね。まあ、ポケットってか手持ち増えたんでいいか、もらっとこうか。てかさっき取り損ねたのあったよね、これ。あれか、レオンルートの記憶でやるとかあんのかな。ね、うん、美術館を警察署にしたのね。そうだね。なるほど、こっち倒しとくか、邪魔だな。デンジャー。生ハーブ食ってもいいけど、あー、てか回復あれか、置いてきちゃったんだっけ、ボックスの中に。これ一回死ぬかもな、もしかしたら。さあ、いろいろと、探索していきたいけど鍵がねえな。あ、弾あった。最悪次死ぬので、倒せるなら倒しましょう。来てるなあ、れが来る前にちょっとやりきりたい。ちょっと逃げよう、うん、逃げるが勝ち。まあ、本当にね、弾のね、残弾が、ちょっときついので。ちょっとね、あと正解ルートとかも分かんないので、もしかしたらちょっと弾をね使いすぎる可能性があるので、節約できるとこは節約していきたいね。まあ、ダメージは、まあ、回復すりゃいいからね。いってー、うそ、リッカ、やっべ、リッカいたわ。これはもう走って逃げましょう。いや、回復したったん、リッカーいた。そっか、これ。よいしょ。まず。あ。はい、チーズね。え、こっち行けるっけ？わい、やべ！使っとこ。本当はそこ登っていくんだよね。はい、ちょっとね、読み物は多分ね、レオン編とね、かぶるとこがあるので、読み飛ばしていこうと思います。読み飛ばせるものはね。まあ、後でね、アーカイブで見れますので、アーカイブっていうかね、手持ちのね、タブで、覗くことができますので、電子部品、爆発のやつだね。この辺はいいかなと思います。あ、おハーブありがてえ。CAD、ロッカールーム。あ、上のとこだね。CAD、キャドですね。板はまあいらねえかな。閃光弾。最悪生ハーブかじりましょう。ね。いや、リッカーか、リッカーの、あれ忘れてたな。いたな。入ってくるっけ、ここ。あいつ。さあ、ロッカー、これだね、端末。キーがないと開けられないけど、ちょっと待って、今何のキーがある？ 178。いや、入ってくるか。開けられるやつはないね。203。208。2がないとダメだね。逆に言うと、これ入ってきてくれたのは助かるね。クレア編はショットガンじゃないのか。あ、これ以上持てない。え、組み合わせられない？ちょっと待ってね。生ハーブ使うか。ちょっとダメージ食らってたしね。あ、これもう想定されてんのか。109。やべ、来てるな、いっぱい。
109。エンターか。開いたね。これやりきった方がいいかな。で、106もあったよね。ほい。待て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 。102か、あれ。ふぅ、やった。うー、危ねえ。倒しちゃおう。ういっ、うい。これはフィルム、フィルムですか。うい。てかグレネード手に入ったのはいいね。まだ生きてるよな、これ。いや、死んだか。死んだな。オッケー。あとは、2、3がないから、こっちは取れないんだね。103。うん、オッケー。結構ダメージ食らっちゃったな。スプレーもあるから大丈夫かな。うん。で、ここ、なんか、リッカーは、湧いた記憶があるんだけど、この辺。あ、ガンパウダー。いやー、ちょっと待って、ここ取るのやめとこう。うん。他にね、なんか使いどころがあるはずなので。で、ここ生きてるっけ、こいつ。ここの数字も欲しいね。さあ。何にしてもちょっと弾が欲しいなぁ。あ、ファイルファイルファイル。取れ、取れ、取れ、取れ。うん。取って、お、メモ、新人の初仕事。ほい。で、これ多分ね、レオン編のね、何回も言うけど、レオン編の数字をね、覚えてれば、これ別に、ストーリーを解かなくてもいいと思うんですよね。グレネードどうしようね。使ってくか？いた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 。いたね。弾がねえんだよな。そこも起きるのか。ちょっと逃げましょうか。そっから入ってきたんだよね。いや、こっち積むな。次のルートをちょっと探しましょう。あ、こっちにしか行けねえから。待てよ待てよ。よく考えろ。暗室の方に行きましょうか。こっちだ。ガン欲しいけどね。てか、弾欲しいところではあるんですが。入っちゃいましょう。おー、テープレーターあった。さあ、これは、調合の、あれだね、ガイドというか、チュートリアルみたいなもんだね。あ、レッドハーブあったー。なんか、グリーンハーブ使うんじゃなかったな。あ、オッケー。フィルムいらなかったな、これ。ちょっと待って、どうしよっかな。フィルム置き忘れに注意。レッドハーブ今取っても、ブルーハーブがねえからな。あ、いや、でも。取っとくか。ね、ここにボックスあんの気づかなかった。うい。あ、でもこれガンパーじゃないのか。そっか。あ、いや、ちょっと待ってよ。あ、いやいやいや。置いとこ、置いとこ、置いとこ。余計なことは考えるな。前にですね、ガンパウダーを取ろうとして、やたらね、ガンパウダー以上のね、被害を被ったことがあるので、配信の時のね、あれがあるので、もしよかったら見てってくださいと。いや、いるね。よし。抜けていこう。で、ここ、あ、ちょっと待って、上にいる？いるね。
いやー来てんな来てんな来てんな、ここ倒しとこう、ちょっと邪魔だねこいつらは。うわーっと連射した、連射しやがった、うい、うわーっとその連射いらないな、その連射はいらない、なんかね結構反応がいいわ。でこの辺にロッカーなかったっけ、いや起きたわー、仕留めとこう、ここ邪魔になるね絶対。あーそっか、ここでバルブか、使える、うい、持っててよかった。うん、でバルブがなくなったので死んでる？オッケー。でここが CAD だよね。CAD。あれ ？D がねえ。あれ？ここ CAD じゃなかったっけ？あれ D ないよねこれ。あれ？ここ何だったっけ？ここじゃなかったか。お、しょーいたーん。何にもなーい。箱。はい。で、これ多分何か宝石がないとだよね。で、これないよな。ポータブル金庫みたいなのが、どこかに落ちてるらしいんですけど、今んとこは見当たらないですね。え、もう一個上の階あったね。上だっけか。上の階にもう一個ロッカーがあって、そこも確か鍵閉まってたよね。いるよねー。あ、いいですね。こいつはやっときましょう。もうダメージが。おう。うわー、無駄打ち結構痛いなー。これ生きてる？ここか。あれ？ここじゃない。D ないよね、これ。あら？ここじゃなかったっけ？あーで、お、いいね、鍵。変なとこに置いちゃったけど。あれ？そこどうやって開けたっけな。え、これさ、この先さ、確かね、リッカーがいたはずなんですよ。いないか。ここにはいないか。なんかここにリッカーいた記憶があるんだけど。お、目が見えない。あー、これだね。はい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 。この置き手紙があるってだけだったっけかな。ここにはリッカー出ないんだったか。さて、で、ここね、確か爆発させるんじゃなかったかな。何かしらを。板はいらない。あー、結構久々なので、ラクーン警察署、覚えてないですね。そっか。マップがね、まあ、マップ見りゃいいだけの話なんだけど。はい、ここね、新刊で爆発させろってことだったけど、確かあの、電気信号のやつだけだと爆発できないんじゃなかったかな。はい、で、ここか。ここなあ。そこさ、そこ橋を渡したいんだけど、あ、いや通れるのか。ここ別に通さなくていいんだっけ。おわ、そっか、そうだったね、思い出したわ。で
ここにね、赤い本があるので、いや、マジかよ。手持ちなしか。ほい。で、これって、ほう。ちょっと待ってね。そっか。マジか。何か捨てたいね。いや、というか、使うか。回復使っちゃいましょう。余裕があるな。さあ、何がある？フィルムいらねえ！今いらねえ！もうあったー！一発食らおうか。おー危ない！よーし、逃げましょう。あっちの道行けたっけか。いやー、これ弾数が足りねえな。ちょっとおびき寄せたいね。さあ、こっち来い。登ってこい、登ってこい。来てますね。来てるけど、こっち行こうか。確かこっちだよな。で、鍵使えるから、ここ行って。いやー、怖いぜ。すごく怖いぜ。あれ、こんなに怖かったっけか、このゲーム。え、ボックスはどこだっけな、近場は。で、ここも開けましょう。そっか、起きてんだっけここ。あ、ほいほい、オッケー。さあ、帰りましょう。おっ、こっち、こっちに、アイテムボックスがあるよね。ちょっと荷物多いね。荷物が多くて、で、さっきの、あ、ここじゃねえや。さっきの赤い本ちょっと取りに行きたいんだよね。で、フィルム使うか。これなんだっけ、このフィルム。あー、これか。やっといてよかった。ライオンの像、これか。これ、レオン編ともしかして変わってたりするのかな？どうなんだろう。電子部品。これだけだと多分足りないんだよな。電池が多分ないといけなかったはず。うい、ちょっとだけセーブしましょう。せっかく戻ってきたのでね。はい、アイテム整理も済ませて。うん、ここの上。あれしててよかったな。敵倒しといて。ある程度やっぱ倒しておかないといけないね。敵はいるので。いや、こっちだな。ちょっと待ってね。マップが思い出せない。いや、こん中入ろうか。で、こっちの道を行きましょう。うわぁ、嘘だろ？マジか。目の前にいるのはずるいよー。で、ここのアイテム取りたいけど、ちょっとそれどころじゃないな。どこだっけ。あ、これか。はい、で、帰りましょう。これで帰ろう。うん。で、美術室に行きたいね。あ、うわー、ちょっと待って。アイテムすると微妙だな。変に、アイテム持ってって、なんか手持ちが持てなくなっても嫌なので。てか、こん中いなかったっけ？あ、いたよねー。はーい。こいつ倒しとこうか。
ょっと危ないねこいつ。いや勝って硬いの。うん、で、どこだっけな、ここか。で、ここの、腕をね、こいつの腕を取っ、なんか嫌な音してるけど、違う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 、え、あ、そっかそっかそっか、そういうことか。先に組み合わせんのか。ういで、使う。で、このルビーに用事があるんだよね。調べて、調べ、スペースか。カチャッ。逃げろ。リッカーの相手はさすがにきつい。うう、リッカー追っかけてくからこいつ、あいつ。まっ、全然やられねえな。いやー、弾がなくなるわこれ。はい、ちょっとね、映写室の方に戻ってまいりました。この箱をね、ちょっと取りに来ました。で、宝石をはめると何が出てくるんだっけ？あー、これまだ使わねえな。このバッチ、使いどころはあるんですけど、まだこれ、ちょっと使うところじゃないな。いやー、ちょっと決死の覚悟で取りに行った割にはだな。で、次どこ行くかなーっていう感じで。まだ資料室に入ってないのか。もう資料室に行ったところでなんだよな。あ、そうだそうだ、ここ忘れてた。ここのバルブ閉めて、先進んでなかったね。忘れてた。なんかこう、でもいるよな。そこにいるやつ確か、動くはずだな。アイテムはないね。はい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 。ちょっと待ってね。動かないんだっけか。倒れるだけ。さて、どの敵が動いてたっけ？あと、リッカーも意外と厄介だからね。さあ、歩いていけば問題なかったはずだけど。あ、ここか。あ、じゃあバッチ持ってくるんだったな。そっかそっか、ここ通るの忘れてたね。ここから一番近いロッカーどこだっけ？あの、警察署のバッジ、使うよね、確か。結構アイテムあんな。で、警察署のバッジを使うと、ここの、倉庫が開けられるので、レオンのメモ。君が生きていると信じてこれを書く。ここは化け物の巣だ。君の兄さんももうここにはいないだろう。すぐにこの警察署から脱出しろ。君の無事を祈っている。レオン。ハンドガンの弾だけ残していきやがったな、あいつ。ファイルのアカウント。はいはいはい。で、ここに、入れなきゃいけないんだよね。はい、じゃあ、あれだな。ちょっとバッチ取りに行く前に、ウェスカーくんのお部屋を部屋探ししますか。署内階段かな。あ、これか。これ、どこだっけ？西側オフィスの金庫か。
いや、そこ敵いっぱいいるんだよな。はい、電池。組み合わせましょう。はい、新刊が完成。え、ここの引き出し、あれ？あ、そっか。レオンルートじゃないと開けられないのか、ここ。そっか。残念。さーて。やめて、来ないで。いや、マジか、マジか。来たねー。来ましたねー。おっきいお兄ちゃん来たねー。あれ、まずいなー。いやー、マジかよ。ダメージ食らってでも行く。いやー、もう死ぬ。あ、終わった。あれ、俺どっからだっけ、セーブ。これ、うわ、タイラントに出会うってか。うわー、マジかー。こっからですね。あ、ラッキーラッキー。んじゃあ、ちょっと一旦、ちょっと道具を整理してから行きましょうか。ね。ここ、こう来ちゃうんだね。よし。で、ちょっと弾が足りないんで、です。弾ちょっともう調合しちゃおうか。で、これは預けておいて、新刊はあれだね。合成できるから。いやー、まっすぐ来たか、あいつ。いやー、きちー。ね、ここにいるから。ちょっとオーバーキルして、しまった気がしますね。あれ、なんかリロードできないんですけど。なんだなんだなんだ、ちょっと待って、リロードできないぞ。あれ、ちょっと待って、え、リロードできないぞ。なんで、え、弾がゼロの扱いになってる。え、ハンドガンの弾じゃねえのかこれ。ちょっと待って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 、え、ちょっと待って、待って待って、リロードできない、リロードできない、おかしいおかしいおかしい。え、リロードできるよねこれ。はい、ということで、ちょっと直前のね、セーブに、戻ってきたんですけども、私誤解してましたね。このハンドガンの弾って、違うわ、このクイックドローアーミーっていう武器か。これってハンドガンの弾じゃないんすね。あの、9ミリ弾って書いてある弾？あれと別物なんだ、ハンドガンの弾って。うわ、ややこしい。いや、なんかバグかなと思ってさ、セーブやり直しちゃったわ。はい。ということなので、ちょっとね、死に落ちということじゃないですけども、今回はこの辺でね、ちょっと変な感じになっちゃったけど、今回はね、この辺でね、やめときましょう。なんかちょうどやられちゃいましたしね。はい、ということで、今回のバイオハザード RE2 はこの辺で。